ですね、ドラマあるある、いくつかの点をご紹介したいと思うんですけども、ドラムをある程度やっている方からしたら、ああそういうこと結構話によく聞くけど、本当にそれって真実なの？っていう点が曖昧になっているところも非常に多いのをいくつかご紹介したいと思います。っていうのは、調べれば調べるほどですね、いろんなドラマミュージシャンに関われば関わるほど、もうそれぞれの個性がやっぱりあって、かのエリック・ムーアというドラマがいるんですけども、彼が言っていた通り、もう本当人それぞれのセッティングの仕方もあるし、個性があって、こうシンバルは何を使うのか、スティックを何を使うのかから、タムのこの傾け方、シンバルの配置など、様々な点でですね、その人の個性が生まれるというところで、日本で、僕はドラムを始めたんですけど、その頃によく言われた事柄があって、例えばこのシンバルにこう素手でこういう風にタッチして指紋をつけること、これがいけないと。やっても、シンバルミュートを絶対こうやるので、使うので、必ず指紋がつくと。で、その度にですね、使い終わったらちゃんと綺麗に拭く。こう傷つかないように、こう柔らかい素材の、こういった布系のものですね。こういうもので、さっさと、指紋を拭き取ることがいいみたいなことは言われていたんですが、アメリカに渡ってアメリカ人の、人とか全然そういうの気にしたりしないわけですね。その音楽大学の風景を見てもですね、そこまでシンバルに対して丁寧に手入れしている様子も見当たらなかったし、それって、おそらく人によるけりだと思うんですけども、果たしてそれが本当に正しいのか、こう日本で教わっていたことが果たして合っているのかどうか、ここをですね、もう一度、よく考えてみようというのが今回の、動画でございます。一つはそのシンバルを手で持つこと、よくかなり几帳面な方はですね、こうシンバルを取るときにこう持たないと、必ず指紋をつくのがとても嫌がるので、服でこう持つか、もしくは、布をちゃんとこう用意して、これで触るときはこうするみたいな、楽器屋の店員さんとかそうですよね。でもアメリカで例えばギターセンターだったり、ドラムアッシュっていうドラム専門店があったりするんですけど、普通に店員さんはですね、もうドラムセット自体を、アメリカ本番なので、DW とかああいったドラムセットをですね、こうタムを重ねてそのままヘッドの上に置いて、インチのでかいものからベースドラム、フロア、セカンドタウン、ファーストタウンっていう風にこうだんだんにこう重ねて普通に置いて保管しているのに、まず、僕はアメリカに行ってびっくりしたし、もう全然シンバルも、そのまま飾られているけれども手でタッチしたり、シダ、シソウなんてもう全然日常茶飯事なんですね。そうしないと、買う人も買わないので、やりまくり。だけど日本の場合、こう、シダ、シソウ、試し引きなど、する場合は、必ず店員さんに、言ってくださいとか、Don't touch とか、こう触らないでくださいみたいな、そういう張り紙がよく貼ってあるのが、目にしますよね。でも触らないと音もわかんないじゃんみたいな、そこら辺自由さがあるんですけども、そんなにこう気にしている感じはやはり、アメリカではなかったですよね。あと一つ、シンバルの例えば傾き具合、よく一般的に言われているのは、こう、0度ですね、こう水平に0度があるところよりも逆、だいたい20度くらい、これぐらいを若干傾けてこう叩く、だいたいスティックが45度ぐらいで鳴らすのが一番シンバルにダメージがなくいい音が鳴らせるというふうに言われているんですが、クリス・コールマンなんかとかですね、ラネ・ルイスとか見るとですね、逆にこんな感じでこう自分向けではなく向こう側、こう逆にこういう感じで叩く感じ、こういう傾き方をしているプロミュージシャンもプロドラマーもいるんですよね。確かにこれなら一緒じゃんと思って、こう傾けるのと、こう鳴らすの、これも確かにありだなっ
ていうふうにも、思えるんですよね。あと例えばですね、まあ、これちょっと大げさにセッティングしたんですけど、シンバルがこんなふうに重なってしまっている場合で、これで叩いた時にこのシンバル同士が当たってしまう。これはもう本当シンバルとシンバルがこうや金属同士が当たるので、ここが欠けてしまうとか破損する恐れがあるというふうに言われているんですが、中にはですね、プロミュージシャンの方でも、例えば強くこうガンという音を出したいとき、で、このシンバルだけでは物足りないので、この2枚とも鳴らしてしまおうという感じで、強く鳴らしたときに、この羽を利用して、もう下のボドムにかましてある、この2枚を同時に鳴らすみたいな。でも、その空間、この感覚が微妙なので、例えば弱い、こいつだけのシンバルを鳴らしたいときには、ここが鳴らない状態で、強く叩けばこの2枚が同時になるっていう使い分けをしている、こともあるんですよね。だから一概にこのシンバル同士が当たるのを、まあ、極端に嫌がる、破損するからっていう感じだけで受け取ってしまうと、こういうニュアンスだったりアクセントっていうのは出せないわけなんですよね。なのでこう日本だけで住んでいて、日本の価値観だけでもし生きていたら、それだけのことで終わってしまうんですが、やはり外に出ていろんな人、いろんな文化と、それこそ本場アメリカで始まった、楽器なので、そういった人たちのプレイだったり話を聞くと、そういう使い方もあるし、一つだけに固執せずにいろんな方法があるということを学べるわけですよね。なのでこう、僕はそういった意味で、すごくラッキーだと思います。こう日本だけにもし住んでいたら、こうだからこうって言われたものだけをこう信じてやまなかったかもしれないんですけども、そこに疑問を持って本当にそうなのかっていうふうに思ったし、それ以外の解決方法とか、そうじゃない使い道を実際目にして、耳にすることができたので、まあ、とてもそこら辺はラッキーだし、思考視野が広がって、いろんなものを感じ取れるようになったし、いろんな表現力ができるようになったと思うので、皆さんもですね、こう一つのことに固執せず、こう一つこうこうこうだからって言われたことで、こう頭でっかちにならず、もう本当いろんな視野で考えてみてほしいと思います。そんな感じで次回またお会いしましょう。